おばこ殿別当とは、平安時代中期から陰世期においての、高級における助官の官名おばこ殿の長官。おばこ殿は、高級十二支の体制が崩壊した後、十世紀、初め頃までに、縫い戸の領から分離して設立されたもので、内蔵領で調信する以外の天皇の衣服などの裁縫をする部署。上岸殿の中にあった。長官の別当は、親しく、 天皇に接するため高い地位を得るようになり、次第に侍女家家の役割を担うようになった。正治になる前に任命される例もある。後には境外化して、石関の娘が時代の前段階に任命され、陰性期から任命自体されなくなった。おばこ殿の実務は、妙部が当たった。源氏物語においても、おぼろきよが、正治の前にこの役職に任命された。また、 東宮や皇女院のおばこ殿に対しても別当が認じられることがあった。代理における別当が認じられなくなった後も、皇や女院のおばこ殿別当は長く続き、鎌倉時代末まで存在した。主人である記載や女院の近親者が多く、苦行の娘がなる。おばこ殿別当の称号が確認できる所見は、茂明親王の日記。 リブオキの上平元年四月二十六日上に見える藤原隆子である。藤原隆子は関白藤原忠平の娘で創生した東宮康明親王の日であった天行元年正治となる。ただし尊卑文脈には藤原帝邦の娘吉子が大木祭の宮おばこ殿であったとしている。藤原あん長子は安永年おばこと別当として 冷静天皇に受大し、同年十二月女御となった。女御になった際に、喧嘩は、倉人頭であり、苦行の娘でなく、女御となった発令とされている。三条天皇の聖母、造皇大号。藤原孝子も、おばこ殿別当として、長徳四年一条天皇に、受大し、長宝二年女御となった。受大の頃、父の道鐘は、すでに没死しており、 また母の重子は一条天皇の乳母であったが道陰の精細ではなかった。また、藤原道隆の娘のうち、次女、玄氏は、うちおば子殿と称され、三条天皇の東宮妃となった。四女も、おば子殿と称され、姉の皇后、帝子の維持の母がありとなり、一条天皇の長を受けた。三条天皇の闘宮妃、正子、康子の威夫妹で、道隆の娘であった女性は、 宮野おばこ殿と称され、東宮のおばこ殿別当となった。藤原道長の女、藤原武史氏は、長は元年正治に部任された後、肝心元年おばこ殿別当を兼ねた。同2年、五一条天皇に受大し、女後、中宮のとなった。おばこ殿別当から中宮のとなった例である。藤原道長の孫で、乗道の長女、藤原育子は、医師の後に部任され、 官民2年、わずか数え5歳でおばこ殿別当となった。あとに26歳で、ご鈴作天皇に受大し、女御となった。五代醐天皇の中宮の西恩寺義子作立には、義子の名である後京極院おばこが、中宮のおばこ殿として仕えた。後京極院おばこは、後には、五代醐の第一王子である御子と両親王の妻となり、一難を設けた。ありがとうございます。